今しばらくお時間がありますので、いくつかですねご質問を受けて黒田総裁にお答えをいただきたいと思っておりますけれども、ご質問のある方、それでは吉野先生、所属とお名前を。マイク。慶応大学の吉野です。お話どうもありがとうございました。いくつかご質問があるんですけども、一つは金融機関の収益が落ちたということは我々みんなよく知ってますし、貸し出しが落ちてきたわけですけども、普通の業種ですとそこから退出が始まって企業数が減ってくることによって適正な調節ができるわけですけども、金融機関の場合にはどうしても預金を集めてますからそういうことができない。そうであるともう少しその金融行政全体で、金融庁との関係もあると思うんですけども、金融機関の数を減らしていくと、これによって収益の強いところを残すという政策もあるような気がいたしまして、それと金融システムの安定性というのはバランスがあると思います。それが第1点目のコメントであります。2番目は以前からそうなんですが、日本は構造問題が一番大きな日本の問題で、高齢化、それから中央政府から地方政府への資金の移転などが大きな問題なわけですから、そうしますと金融政策ができる部分とそうでない部分というのをはっきりしませんと、政治の方々が全部何でも金融政策でやれというふうに言われてしまうと困りますので、もう少し逆に日銀の総裁の方から政治に対して、あんたたちもうちょっと国債の発行やめてくれと、高齢化問題ちゃんと対策立ててくれと、こういうような形で逆にですね、もう少し言わないと全て総裁が悪いよ総裁が悪いよとこう言われるような気がするんですけども、それが2点目であります。特に財務省ご出身ですから、いくらでもこう財務省には文句言えるんではないかと思うんですけど、それから最後は国際的ないろいろなルールの時に、私なんかやってる研究ですと、バーゼルの自己資本比率規制は各国ごとに変えるべき方が望ましいですし、景気がいいとかいう時に変えた方がいいわけなんですけども、そうするとどうしてもインターナショナルやる時にはアメリカやイギリスは自分たちの一番都合のいい方に持っていこうとすると思うんですけども、そういう中でどうやって日本の主張をこうやっていって、全ての国際会議に共通すると思うんですけども、これまでのご体験からさまざまな金融行政なり金融のルールの時にもっと日本から主張していって、日本の金融業に不利にならないようにしていただきたいんですけど、どういうふうにすればいいとお考えでしょうか。その3点をお願いいたします。はい、今吉野先生が指摘された3つの点は極めて重要であり、かつ我々も部内でよく議論している点でございます。まず第一の銀行の収益との関係で、マーケットからの退出というのがやや少ない、限られているということが収益の改善をもたらしにくい、いわば利ざや競争で収益率もなかなか上がらないということにつながっているのではないかという点でございまして、これはある意味でその通りだと思います。でただですね、その体質を促すやり方としてすでに国内でも大手行の合併というのも随分進んでいるわけですが、地方銀行あるいは信用金庫その他地域の銀行の方ではまだまだ進んでいないわけでございます。そうした中でこの合併の例を見ますとですね、合併した結果収益が改善した例と、合併にもかかわらず収益が改善してないという例とかありまして、結局合併して収益が改善したというのはやはりいわば預金を無理して取らなくて、貸し出しの収益を確保するような貸し出しの面で、合併効果を強く出していくというところが収益の改善を見ているようでして、単にこう合併するっていうだけでは数の上では銀行が減っても、その合併した後の収益改善効果というのが必ずしも
見られないということもあるようですので、先生のおっしゃった通りであり、長い目で見ればおそらく合併とか吸収とかいろいろな形が起こっていくと思いますけれども、その際にもやはり、貸し出しについての、審査の能力であり、あるいは新しい、貸し出し先、あるいはそういう経済の分野を発掘していく能力というか、そういうものを高めていくということも合わせて非常に重要ではないかというふうに思います。で、2番目の点はまさにその通りでありまして、ご案内のように本年の1月に政府と日本銀行が共同声明を出しておりますけれども、そこでもかなり明確に物価安定目標を 2% の達成ということについては日本銀行が明確にその責務を認識して、そのできるだけ早期の達成をそういうものにコミットしているわけですが、他方で政府はいわゆるアベノミクスの第二の矢、第三の矢、つまり、当面財政政策を活用するとしても中期的な財政健全化計画にコミットするということ、それから成長戦略という形で、規制緩和その他成長力を高める政策を政府において取るということ、これはある意味で言うと、そういったその役割分担を相当明確にしたというものであると思いますし、その面ではかなり世界的に見てもユニークな点であろうと思います。リーマンショック後の長期的な不況が先進国で続く中で、金融政策に対する期待というか、金融政策の課題負担がやや大きくなってきているという中で、中央銀行の役割使命といったものについて、より明確にすべきではないかという議論が国際的にも行われてますけれども、そういう意味では日本銀行としては明確に物価の安定の目標というものにコミットする一方で、政府に対しては引き続き財政健全化と成長戦略の明確化、そしてその何よりも重要なことは実施実行だと思いますけれども、それを強く求めていきたいと思っております。私自身経済財政諮問会議その他の委員会のメンバーになっておりますので、そういう形を通じても強く要請していきたいと思っております。最後の点も吉野先生のおっしゃる通りでして、どうしてもこのバーゼル委員会その他の各種の国際会議では米国ヨーロッパのこのプレゼンスが数から言っても何か言っても非常に大きいわけでして、そういった方々の議論があるいは意見が全体をこの引っ張っていくという傾向が強いわけですけれども、今回のリーマンショックあるいは欧州債務危機、いずれも日本の金融機関は関与しておりませんし、日本の金融機関は直接的な影響はほとんど受けてないわけです。で、そうした中で、あのようなことが二度と起こらないようにということで、さまざまな規制が考えられ、実施されようとしているわけですけども、中には必ずしも日本の金融機関金融システムの実情に合わないものもあるわけでして、そうした点は我々はかなり強くですね、
異議というか違った意見を申し立てておりまして、いくつかの点ですでにそういった点を考慮して、やや修正を見ているところもありますし、今後とも日本の利害というか日本の立場というものは国際会議で強く主張していきたいと。それは日本の経済、日本の金融システムにとっても非常に重要であるというふうに思います。はい、それでは順次先生、所属とお名前をお願いいたします。神戸大学の順次です。今日はどうもありがとうございました。一つだけお聞きしたいんですけども、この金融学会の中で今その進めておられる物価目標に関してですね、インフレ目標に関してなんですけども、私個人は賛成ですけども、ただ多くの人と喋ってまして、やっぱりその 2% のインフレ率の実現というのはかなり難しいんじゃないかというふうに考えている人が多いと思います。で、特に実証で きちんとやってる人ほどですね、やっぱりそのフィリップス曲線というか景気が良くなっていった場合もなかなか物価へ今までこう影響が出てこなかったっていうのは事実としてありますので、それを2年間の 2% に持っていくっていうのをどういうふうに考えておられるのかな。で、先ほどはお話しされた中で景気の方からのことはお話しされましたし、それからあとインフレ予想、インフレ期待の方のことも少しお話しされましたけども、政策委員会の委員の方々もだいたい 1.9 ってほぼ 2% になると考えておられる方が多いようですが、どのようなこう経路を考えておられるのかっていうのをもう少し教えていただければと思っています。はい、この点がある意味で言うと今回の量的質的金融緩和の最大の論点ポイントであると思います。つまりすでに1月の時点で、前総裁の下で、共同声明という形で 2% の物価安定目標をできるだけ早期に実現するということに、日本銀行はコミットしたわけでございますが、今回それをより明確にして 2% の物価安定目標を2年程度を念頭に置いてできるだけ早期に実現すると。で、そのために、必要にして十分な措置、裏打ちする措置として、量的質的金融緩和というものを決定したわけでございます。で、どういったメカニズムで、この 2% の物価安定目標を、早期に実現するかという点につきましては、部内でいろいろな議論もいたしましたし、シミュレーションもしたわけでございますが、一番大きな要素はもちろん今ご指摘のように、いわゆるフィリップスカーブといいますか、修正フィリップスカーブといいますか、失業率あるいは GDP ギャップと物価あるいは賃金の上昇率との相関関係を示す、フィリップスカーブあるいは修正フィリップスカーブというものをまず第一の重要なメカニズムと見ているわけでして、先ほど申し上げたように少なくとも今後3年度にわたって潜在成長率をかなり上回る経済成長が続くということで GDP ギャップが縮小しある程度のプラスになると。で、それ自体として、物価上昇率を引き上げていく効果があるということは一般的に認められているわけですし、シミュレーションでもかなりはっきり示されたわけであります。で、ただそれだけで 2% の目標に2年程度あるいはこの見通しの後半に達するということになるのかと言われると、そこは物価上昇期待という要素を
感情に入れないとそう簡単には達成されないわけであります。でそこはこれもまあある意味で学会の常識とか標準的なことでございますけれども、このフィリップスカーブ自体が物価上昇期待のあり方によって、まあ、シフトするわけでございます。で、おそらくフィリップスカーブ自体が徐々に情報にシフトしていくということになると思うんですが、これはその期待、それから期待がどのように織り込まれていくかという、理論的にも実証的にもかなり難しいことでありますけれども、しかしこの期待の要素があると、しかもそれが一定の役割を果たすということについては、広く合意があると思います。でそこで、初めに申し上げたように、イールドカーブへの働きかけとかリバランス、そしてやはり期待への働きかけということが重要だといったわけでございます。まあ、15年続き、まあ、1998年以来、2008年の世界的な一次産品価格の高騰の時を除きますと、ずっと消費者物価が毎年毎年下落してきたわけで、そういう意味ではデフレ期待、デフレ心理というものが非常に深く浸透しておりますので、これを転換させないことにはですね、単に GDP ギャップを減らしてポジティブにするというだけではですね、一定期間内にデフレから脱却するというのは難しいと思います。したがって、あるいはだからこそかなりドラスティックな形で金融政策を転換させ、かなり強いコミットメントを示すということで、2年程度を目途に、2年程度を念頭において、まあ、できるだけ早期に物価安定目標を達成するということを、まあ、決めたということであります。ですから政策委員会でも、また日銀のスタッフの間でも、この点については相当な十分な議論をした上で、あのような政策を決定したということでありまして、私自身15年続きのデフレから脱却するのがそんな簡単であるとは思いませんが、しかしこれだけの量的質的緩和を続けることによって、15年続きのデフレから脱却し、まあ、2% の物価安定目標を実現するということは可能であるし、また実現しなければ、いわば中央銀行としてのクレディビリティは回復しないというふうに思います。予定されているお時間にだんだんなってきましたので、この辺りでですね、特別講演、終わりたいと思いますが、黒田総裁には大変お忙しい中、しかも日曜日にですね、こちらの方までお越しいただきまして本当にありがとうございました。大変有益なお話が聞けたと思います。どうもありがとうございました。どうも。